こんにちは、のぶや本店ののぶです、今日のゲストはですね、のぶやブログの読者が待ちに待ったあのレゲエのかよちゃんです、知らないよって人のために説明しますとですね、かよちゃんはあのロングヘアのものすごくハードなスパイラルパーマをかけておりまして、まあ、レゲエが好きだからレゲエのかよちゃんっていうんだけど、最近はレゲエよりあのワンオクにハマってる。あちこちコンサート去年なんかは行ったりして、レゲエのかよちゃんじゃなくなったんだけど、まあレゲエのかよちゃんです、そのハードパーマを短い時からどんどん伸ばして、まだまだ今は伸ばし中なんだけど、5ヶ月に1遍ぐらいかなパーマをかけます。その間はカットとカラーをして、カットとカラー何ヶ月かに一遍がっちりパーマをかけると。でハードパーマの難しさっていうのは、かけた時はいいんだけど、伸びてきた時にかかってるところとかかってないところの境目がね、こっからかかってんだけどこっからかかってないみたいな、こうくっきり分かれちゃうわけ。それを根元からくっきりまたパーマをかけ直すっていうことがね、通常の美容師さんのよくあるやり方ではね、かなり厳しい。そこで自分はもう二十数年前に、編み出したある方法があって、美容師さんなら誰でもできる超簡単な方法なんですが、意外と思いつかない人が多い。自分の中ではスタンダード、ハードパーマの場合は特にスタンダードな技術になってるんですが、その辺が見どころです。ぜひね、かよちゃんのワイルドでセクシーでダイナミックなスタイルをお楽しみください。ではどうぞ。漫画寺さんだ。今日漫画寺さんです。長丁場になるからね。そうなの。何冊あるんだよね。ああこれな、そう刃、まだねこれね読んでない、楽しみ撮ってんの。なんとか刃、そっちの刃。かよちゃんです。紹介遅くなりましたけど、レゲエのかよちゃんです。レゲエのかよちゃんです。レゲエの、はい、ちょっとね、だいぶ伸びたよ。はいはいはい。ああそうね、うん、最後のパーマいつ？もうだいぶ前だな。半年くらいになるから。いや半年もなってなんてないか。なったかな、忘れたけど。いやでもその伸びっぷりだったら結構前だな。結構前だよ、ね、これがストレスでしたね。あもちろん長さはまだ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 、ね、まだまだ、はいはいはい、だからちょっとイメージより全然短い。そっか、うん、まだまだだって縮んじゃうから。まあ ね今日もまた縮んじゃうからね。そうそうそう、うん、じゃあ改めましておはようございます。レゲエのかよちゃんです。今日はこれをバッチリハードパーマでお願いします。はい、じゃあ写真撮ります。はい、バッチリそうね。はい、 OK、はい、じゃあこれを、カラーリングして、うん、根元にしっかりパーマかかる処理をして、うん、ぐるぐる巻いて、はい、頑張ります。お願いします、はい、改めまして、はい、お願いします。あ、解説するつか、うん、忘れてた、言ってた、言ってたから黙ってた。あそうだな。解説何も言わない、うん、これ前もしたけどな、うん、から材ぐわっとすくわないでちょんちょんでついただけで、スライス取ったら、これをべっとり寝かせないで少し浮かした状態でシャカシャカシャカトントンじゃないの、トントンじゃない、ベトベトじゃない、うん、シャカシャカシャカ。これコツは空中で振った状態で近づけていって当たる感じ。うん、うん、だから誰でもできる、うんうん、でもベタベタに塗る訓練を受けてきちゃった美容師さんたちは最初これが難しいって大騒ぎするんだけど、だって普通のとこトントントンってするもんね。そうだよね、地肌ね、すごいもんね、グイグイっていくでしょ。そうそうそう、うん、これこうしてここから振り始めて、これ振るだけなら誰でもできるじゃん、誰でもできるじゃん、できるじゃん、うんうん、これ振ってるのがだんだん近づいていけば塗れるの。なるほどね、うん、この時にね、うん、地肌に対してハケが寝てたらダメなの。普通は寝かせろって言われるんだよ。でもこれを直角に、地肌に対して直角に立てて、こっから振りながら近づけば誰でもできる。なるほど
てご覧の通り地肌に全く薬がつかないで髪の毛にだけ薄くつく、これで余裕で染まる。なるほどね、うん、だからいつもここで染めたら染みないじゃん。染みない、うん、全然染みない。そうなの。カラーリングだけじゃなくてカラーリングして、うん、その後シャンプーして、うん、パーマなんかかけたらパーマの薬って液体だから地肌につきやすいじゃん。だからカラーで染みた上にまたパーマの薬、うん、まあ、なおかつその中間でシャンプーなんかしようもんなら、うん、もう頭皮の油はすっからかんになってる、ね、もろの刺激、でもここでは染みないっていうのはそういうことなの、うん、なるほど、うん、あとはかよちゃんみたいに髪の毛長い人って、うん、ここ絡まるじゃん。うんうん、絡まる。多くの人はこれを絡まるのをしっかりなんか絡まってるから取ってからやろうとするんだけど、うんうん、取らないよね。取らなくていいんだよ、うん、別に今関係ないもんね。だってここは分かれればいいだけだから、うん、別に毛先はどうでもわざわざこんな風に泡泡泡って、ね、うん、やる必要がない。地肌が分かれればいいだけっていう感じ ね、うん、これ大事なポイント、はい、有料です。有料です有料級です。いや、カヨちゃんみたいなロングのパーマじゃなくてもロングヘアなだけで引っかかる人結構いたりして、引っかかる人結構みんなこう向きになってブチブチブチってやるんだけどさ、お客さんも辛いし時間はかかるしね、うん、いいことない。 OK、 じゃあカラーはこんな感じでいいね。はい、
今こっちを切った、見た目そんなにすごい茶色くないよね。そうね、毛先の方が明るくなってくる、解説は入れないの。解説忘れてたわ。まあいいか、超無言できるね、うん、黙っといたの。そう、見て感じろ。勝手に盗むから。そう、意外とカットって見れば分かるからな。モシャモシャの頭、よくそれでカットできるね。どういうこと？なんかほら、まっすぐの髪の毛の人はさ、なんか見えるじゃん。はいはいはい。シャモシャの髪の毛をさ、そうだな。でその後パンクするとも変わるからね。変わるでしょ？それを見越して切ってくるね。いつもすごいなと思ってさ。だってどんな形になるかとかさ、考えながらでしょ？そうそうそう。あれだけ当たってみたいな。根元がこう、そうそうそう。
だいぶ形が変わってきたでしょ、うん、変わってきた、うん、すごい軽くなってる、うん、ここにパーマが加われば、うん、変わってなるんですよ、はい、またさらにカヨちゃんの理想に近づいていくね、うん、まん丸にね。そう、私髪の量って多いの？うん、そうでもないね。あ、普通、うん、だから仮にさ、今の長さでパーマ全くかかってないとするじゃん、うん、結構ぺったんこな感じ。ああ、なるほどね、うん、そうだよね、まあパーマかかってるからね。そうだからさ、よくさ、うん、その編み込みとかギーってしてさ、うんうん、出かけると意外と髪の量少ないねって。そうなんだよそんなちっちゃくなんだ、うん、そうだよ、ウェーブで膨らんでるだけだからね。そう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 、膨らませてるというか。そう、実際さ、黒人さんの髪もさ、うん、実は量はすごい少ないのよ。あ、そうなんだ。そう、ちっちゃいだからむちゃくちゃいっぱいあるみたいな。ああ、うん、少ないんだ。そう、すごいね、うん、あのテンパっぷりはね、うん、だからごく稀に見たことあるかもしれないけど、あのすごいちりちりの人が小矯正して、うんうんうん、で、あとまっすぐになるとなるなる、食べた、そうね、ぺったんこだね。毛先とかね、すごい、うん、あのチリチリだから絡まるじゃない、うんうん、だからもうすげえ薄くなっちゃってんだよ。そうなんだ、うん、なおさらぺったんこだね。そうだから今はそれをわざと人工的にその毛先の薄い状態を作るわけね、うん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 、で、いつもほらかけた後も切るじゃん、うん、あれもまさにそうで、 あ、 ある程度やっぱ薄くしないと、うん、もう渋滞。あ、なるほどね、大渋滞大渋滞しちゃうんだ。そう、なるほど、ね、だからパーマも強くかけてもあんまり出ないの。うんうん、そうだよね、薄く、あの軽く隙間を開けないとね、うんうん、そうだね、あれが元々の人はさ、うん、それがコンプレックスでまっすぐしたいと思うだろう。そうな、わざわざ長い時間と体験をかけてそれにする人もここにいる。いるからね、本当そう、本当その通り。よし、だいぶ来たね、だいぶ来たね、はい、長澤キープシスの夏バージョン、うん、ジャマイカバージョン、ありがとうございますだいぶ少なくなったね。そうねあれ、ワシャーとワオ、これのこの工程がみんな最初びっくりしたんだよ。ね。ん？そうだよね。そう。このかよちゃんのパーマ、今日からやるというかね、これまでのハードパーマに絶対必要不可欠な工程がこれでございます。はい。これは何をするかというと、パーマがそういうこと。パーマがかかっている場所と全くパーマがかかってない場所を本来の美容室では。このかかってるところを保護して、何らかの方法でね、処理剤で保護してパーマをかけるといい感じにいくっていう風に思ってやってる人が多いんだけど、それは実はかなりあの効果が期待できないというか、これまで散々、うん、数十年前にその保護する方法でやったんだけど効果が見えなかった。だから逆にこのパーマをかけた回数を都合こっちを合わせちゃえばいいじゃないかと思って、もう25、6年前にやってみたらそれが一番良かったからやるんだけど、それはここを痛みつけちゃう痛みつけちゃう、ここにパーマの薬をつける。ただし、通常のパーマ液は液体だからこっちまで垂れちゃうから、わざわざクリーム状またはジェル状の薬で、要するにストレートパーマの薬でここをパーマかけた回数をこっちに合わせて一剤で先に何か還元させてからパーマをかけるっていう、そんな手法です。じゃあちょっと下見て、はい、ここにストレートパーマの薬をこれでもかこれでもかって痛めつけるわけね痛めつけるわけ、健康な髪をね、あ、健康な髪をわざわざ痛めてかかりやすい状態にすると考えたノブさん、すごいね、すごいよね、すごいよね、だからね、20代のね自分を褒めてあげたいです、うん、本当だよね。その頃本当にこういうスタイルが多かったからね。そうだよね、うん、私もずっとその時くらいからしてるんだ。そうでしょ、うん、火付け役はパフィーだったのよ。そうだね、パフィー、間違いない、めっちゃ可愛いと思ったの、うん、そうね、うん、であれやっぱりあの子たちのそのキャラクターとかファッションとか、うんうん、時代背景とかそれがすごくね、うん、マッチしてたんだよね。そうだね、うん、ああいうなんか気取らない感じの、うん、ちょっと T シャツジーパンでさ、ね、なんかちょっとふわふわしてる、ダルダルのね、ダルダルね、そうそうダルダル、
ああいう芸能人っていなかったからな。未だに変わってないけどね。あ、こんな感じでどんどん塗っていきます。以上。じゃあ毎回恒例のカウントを、はい、しましょう。今日の予想は75。はい、ノブさんは？俺82。あ、そう、うん、あ、今ので40か、うん、その倍はありそうだよな。あるね。一本途中で切れてた。あら、本当だ。70。もう全然ダメ。全然ダメだね。80でもないね。うん。ハノブさんすごい頑張ったね。頑張ったね、ハノブさんね。超人ごとでごめんね。いいのよ、ちゃんとお金もらってますから。そうだね。71、72。97。98。あ、いくね。99。100いきました。おめでとうかどうかは分かんないけど100いきました。すごい。もうこの大きな籠がだいぶいっぱいになってきた。本当だね、すごいね。まだいた。いた。115。いた。116。いた。117。117。そしてラストですね。はい。118。今日118本でした。おめでとう。お疲れ様です。よく頑張りました。よく頑張りました。118。118です。はい、すごい。ここからが本日のメインイベントでございます。で、俺と会長の間では暗黙のルールというのがあってですね、巻いてる間は俺が集中するために一言も喋らず、巻き終わるまで会長はじっくり漫画を読むという、はい、読みます。というような感じでスタート。頑張ってください。とにかくこの手の細かいパーマは集中力が途切れる前に巻き切るというのが最大のコツでございます。こんにちは、メシメシです。おいー、これを手伝いします。置いといてください。すいません、前回私配達するの忘れちゃって、おう、ウルコラでちょっと遅くなっちゃったんですけど、はいはい、すいません、お待ちしてなくてちょっと置いてきます。はいはい、どうもどうも。
Thank you.
まだ、うん、はい。長いは言ってない。そうよね、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おじさん頑張りました。頑張りました。あと2本で120だ。本当だな。無理やりでも巻けばよかったな。巻けばよかった。今度は巻きながら、あの、数えながら巻けばよかった。数えながらね。オッケーオッケー。わざと、わざわざ本数のために。本当だね。こんな感じで根元からしっかり貼っております。で、これまたシャンプーして乾かすとまたね、感じが変わるから。OK。これが、ロットアウトしてシャンプー終わってタオルドライした状態ね、うん、この根元からきっちりかかってる感じが持ち味でございます、はい、それはあのさっきのストレートの手間がないと絶対こうならないからね、うん、こんな風に根元から毛先まで綺麗にかかるようにするためにあの工程が絶対必要と。じゃあスタイリングしましょう。お願いします、はい。はい、いつもの下に乗って、ちゃんと下向きしたから、手は使わない。熱くないよ、ゆっくり動かして、止めてちょっとするの、はい、そのまま、はい、冷やして冷やして、はい、冷やして冷やして、うん、はい、頑張って戻る、はい、はい、はい、どうも。だいぶシルエットが変わったでしょ。変わった、だいぶ変わった。軽くなった。うん。
あ、いいね。改めて。改めて。いいです、いいです。でかくなったね。でかくなった。いい感じ。これでかいのがいいんだもん、ね。そうなの。でかければでかい方がいい。こんなでもこんなでもこんなでもいいわけだ。いいな。良い。良いです。ありがとうございます。素敵です。いいですね。このホワイトなボリュームが。いいですね。ちょっとミスが残ってちゃう。あるある。大丈夫、大丈夫。で見てほら近くでこんな感じ。感じです。いいです。すごい満足です。バッチリ。にーん。オッケー。行ったね、なかなか。行ったね。うん。で、その下入れちゃってね。こちらができて。本当だよ。テンパ。テンパよかつら。はい、ありがとう。ありがとう。では。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。なんと118本頑張って巻きました。巻くのがいっぱいだと当然外すのもなかなか大変でね、全体的にはまあなかなか時間のかかる施術ですが、その甲斐あって、すごくね見応えのあるヘアスタイルになったと思います。かよちゃん自身も大喜びでした。で、見てると分かったと思うんですけど、ものすごいいろんな太さの長さのロットをものすごいいろんな巻き方でごちゃ混ぜに、してたことに気づいてもらえると思います。これはなぜかというと、最終的な仕上がりをよりランダムにするためっていうのはもちろん、そのためっていうのもあるんだけど、もう一つの理由としては、パーマっていうのは全体を均一にパーマをかけた場合ね、必ず人によって、その人によってまだ違うんだけど、場所ごとにパーマが残っちゃう場所と取れちゃう場所っていうのが出てくる。特にかよちゃんみたいなハードなウェーブの場合っていうのは、均一にパーマをかけた時に、取れやすい場所と残ってる場所の差が時間とともにどんどんこう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、時間が経つともにどんどんその差が開いていっちゃうのね。だからパーマが取れちゃったなっていう場所がすごく目立ちやすくなっちゃう。そこのためにわざわざ細いのも太いのもごちゃごちゃに混ぜて、右巻きも左巻きも毛先から巻いたり根元から巻いたりねじって巻いたり、長いロットで巻いたり太いので細いのでっていうことを混ぜて、わざわざその予期せぬ取れちゃう場所が目立たないような処理をしております。そんな感じかな。もちろんねカットもかなり削いで、あるので、だからこそのあのパーマの質感っていうのが出てるってことも見応えがあったんじゃないかなと思います。ではそんな感じで、チャンネル登録とこいつをぜひともよろしくお願いいたします。コメントの方もお待ちしております。じゃあまた明日。